皆さんどうもこんにちは、ビジネス塾のショウです。今回の動画ではポール・エステスさんの著書ギグマインドセットの解説をもとに日常やビジネスに役立つ情報をお伝えいたします。皆様の中に仕事とプライベートの両立をさせるには少なからずともどちらか妥協する必要があるとお考えの方はいませんか？仕事が忙しく、仕事がある日は家族とのコミュニケーションがほぼゼロ、忙しく時間がないから自己実現のための学習時間が確保できない、休日という限られたプライベート時間も日頃の疲れから何もする気力が起きない、なんだか家と会社の往復の日々をただただ過ごしていて活力が出てこない、もしくはプライベートを優先させるために社内の評価や出世は少し諦めている、このような考えを持ったことはありませんか？ちなみに今回の動画ではそんな考えをお持ちの方にぜひご視聴いただきたい内容で、書籍の内容をもとに仕事とプライベートを両立させるための仕事術 TIDE メソッドを皆様にお届けいたします。ぜひ知識を身につけて仕事とプライベートをより充実させていきましょう。では今回の動画の内容です。今回の動画は第1部 TIDE メソッドとは、第2部 TIDE メソッド実践編、このような流れで情報をお届けいたしますので、ぜひ最後までお楽しみください。このチャンネルではこのように書籍の内容をもとに日常やビジネスに役立つ情報をお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまずは今回の動画の第1部である TIDE メソッドとはに関してです。ちなみにここに関してはまず結論からお伝えしていきます。 TIDE メソッドとは一体どんなメソッドなのか、それは仕事や作業を一人で抱え込むことから解放され、仕事もプライベートも充実させる、そういうメソッドのことで、 TIDE とは4つの単語の頭文字を取ったものなんです。ちなみにその4つの単語とは、タスク化、特定、委任、進化の4つの意味を持つ英単語のことで、この4つを行うことで今自分を縛っている忙しさや精神的疲労の原因を突き止めて、その原因から解放されましょうというのが TIDE メソッドなんです。少し深掘りしていきます。私たちは日常という洗脳により仕事に対して、仕事は忙しいものである、仕事とプライベートの両立は一部の優秀な経営者や会社員だけが実現できるものであり、一般の会社員には難しいものである、多くの仕事を抱えている、多くの仕事の依頼が来るイコール自分が評価されている、このような意識を持ちがちです。そしてプライベートの時間に関しては仕事のない時間帯、言い換えると仕事の空き時間を活用して充実させるもの、ただその空き時間を使ってでも掃除をしたり洗濯をしたりお風呂に入ったり睡眠をとるなど日常の生活を送っていると必ず必要となる時間が発生して、あまり自分で自由に使える時間は多くないと意識を持ちがちです。ただ仕事とプライベートの両立にはまずはこの意識、自分の中にある常識という洗脳を壊す必要があります。仕事とプライベートの両立は誰にでもできるんです。社内での自分に対する評価とあなたの抱えている業務量は比例するものではありません。そしてプライベート時間とは仕事の空き時間ではなく、幸せな人生を送るためには必ず必要な時間であり、空き時間をプライベート時間にするのではなく、プライベート時間として事前に確保しておくべき時間なんです。まずはこのような意識を持つことが非常に大切です。そしてこの意識を持った上で行う仕事管理の方法が、今回の動画で何度か言葉として出てきている TIDE メソッドという仕事術なんです。ぜひ TIDE メソッドをあなたの日常に落とし込み、仕事とプライベートの両立を実現させていきましょう。これが今回の動画の第1部の内容です。では続いて今回の動画の第2部として TIDE メソッド実践編をお伝えしていきます。ちなみにここではタスク化、特定、委任、進化という4つのカテゴリーに関してどのような意識で何を行うのかという点を一気にお伝えしていきます。ではいきます。
まずは TIDE メソッドの全体像に関してお伝えいたしますが、 TIDE メソッドでは自分の仕事やプライベートで現状抱えている仕事、作業をすべてタスク化し、そのタスクを自分で行うこと、誰かに任せることに分けて、任せることは誰かに委任する。そしてこの流れを何度も繰り返すことで仕事とプライベートの両立をできる人材に進化していくというのが TIDE メソッドの全体像です。ではここからは4つの言葉を深掘りしていきます。まず1つ目、タスク化に関しては仕事をタスク単位に分解していきます。今抱えている自分の業務がどんな業務があるのか、そしてプライベートでやらなければならない作業はどんなことがあるのか、これをすべて書き出すんです。そしてすべて書き出したら、そのタスクのゴールを明確にしていきます。例えばプライベートで掃除、洗濯、食器などの洗い物に関してで言えば、掃除をすること、洗濯を行うことが目的ではなく、家がきれいに整っていることが目的で、掃除はそのための手段である。洋服をきれいにし、使いたい時に使える状況にすることが目的で、洗濯はそのための手段である。このような感覚でゴールはどんな状態なのかということを明確にしていきます。ちなみにこれは仕事でも同じで、自分の今抱えている業務はどんな状態になれば OK なのかというゴールを全てのタスクで明確化していきます。そうすることで、あなたの仕事や業務を正確により細かく分解することができるので、この後の特定や委任が行いやすくなります。そしてこれができたら、次に行うのが仕事のタスクに関してそのプロジェクトの利害関係者を明確化する。そして省けるタスクがないかどうか、現実的な暫定の期日はいつなのか、このような案をプロジェクトメンバーや利害関係者と連携を取り、意見をもらうことでタスク優先度を明確にしていく。これを行うのが TIDE メソッドのタスク化です。そしてこれができたら、2つ目の特定、細分化したタスクを次の4つ、1、自分の手でやらなければならない作業、2、不要な作業、3、後回しにする作業、4、人に任せる作業、この4つに分類していきます。そしてこの4つを分類した上で、次の5つ、1、自分の強みは何なのか、2、自分が楽しみながらできることは何なのか、3、逆に自分のエネルギーとモチベーションを無駄に奪うものはどんなものなのか、4、自分がいつも避けたり後回しにしていることは何なのか、5、自分に不足している能力を補完する人を迎えるとしたらどんな人なのか、この5つを明確にしていきましょう。そうすることで、あなたのタスクは自分のやることと任せてもいいことが明確になり、なおかつ自分の得意不得意などの価値観も明確になってくるので、自分の業務が非常に整理されてきます。そしてここまでできたら、次は3つ目の委任で、これはシンプルです。タスク化、特定で明確になった自分の抱えている作業の中から、任せて大丈夫な作業をとにかく任せていきましょうというものです。ちなみにここで、いや自分は会社員だから任された業務を別の人に依頼するなんてできない、それは自営業の人だけができる考えだという考えを持つ方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。そのためにプロジェクトの利害関係者や最終のゴールを明確にしておくんです。あなたが無理をして一人で完結させるより、利害関係者を巻き込んでよりクオリティの高い状態でゴールを迎える方がいいに決まっています。そしてプロジェクト全てを誰かに委任するのではなく、細かく細分化したタスクをうまく振り分けていくだけです。ちなみにこのスキルは管理職につけば必ず必要となるスキルなので、一般社員であったとしても今のうちから鍛えておくべきスキルでもあります。ちなみに仕事を誰かに依頼するのであれば、そのタスクのゴールと事業内容、そして最終期日と進捗スケジュールの目安を明確に伝えることは忘れないことが大切なので注意しておきましょう。さらにプライベートの作業に関しても、洗濯を干すのが好きでないのであれば乾燥機付きの洗濯機を購入すればいいですし、食器洗いが嫌いなら食洗機を買えばいいんです。
あなたのエネルギーとモチベーションを無駄に奪うものは、とにかく自分の周りから排除する。これが委任という項目で行うことです。そして最後、四つ目の進化では、このタスク化、特定、委任を一度行ったら終了ではなく、何度も何度もサイクルを回すことで、自分の人生をより豊かなものにするために進化していきましょうという内容です。これが仕事とプライベートを両立させるための TIDE メソッドです。一日は24時間あります。この24時間からどれだけ嫌いなことを排除できるのか、そしてどれだけ自分の時間を人に支配されるのではなく自分で管理している感覚を持てるのかというのが、あなたの幸福度を大きく左右し、日常のモチベーションに大きく関係していきます。ぜひ自分の人生を自分で管理していきましょう。これが今回の動画の内容です。いかがでしたか？今回の動画を見て少しでも面白そうだと思われた方は、ぜひ書籍をご一読ください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。